サーチャールズ・ジョン・オースティンは、イギリス海軍の軍人で、バス君ク,ク氏である。フランス革命戦争とナポレオン戦争に従軍し、その後、最終的に海軍少将の地位に昇進した。ジェーン・オースティン1779年に、ジョージ・オースティン牧師の抜師として生まれた。5人の兄と2人の姉がおり、5兄のフランシスも海軍に入隊し、元帥になっている。 自主が有名な作家のジェーン・オースティンである。チャールズは1791年に海軍兵学校に入校し、1794年の9月にはダイダロスで士官候補生として任務に就いた。その後ユニコーンとエンディミオーンにも上官した。ユニコーンで任務に就いている時に、オランダのブリック、コメットとフランスの44門、フリーゲートトリビューヌ、そしてやはりフランスの輸送艦である。 ビユドリアンの打を補佐したエンディミオン転属後は、ヘレフートスライスに、オランダの戦列艦、ブルートゥスを追い込むために助力し、この結果オースティンは1797年会議となって、スコーピオンで任務に就いた。スコーピオンでの任務の期間は長期にわたり、その間に、オランダのブリック、クーリエールを打歩した。その後オースティンはタマーに移った。タマーでは、 アルヘシラス郊外でしばしば消防艦や、死略戦との交戦や攻撃に巻き込まれた。1800年の4月に、エンディミオンに戻ったオースティンは、ある時、他に4人だけを連れて、強風をついて小舟で出港し、149人を乗せた18門艦、シピオに乗り込んでこれを打破した。その翌日、エンディミオンが完全にこの艦を打破するまで、オースティンは、 シピオ管理下に置いた。その後オースティンは、チャールズ・パジェット艦長の下で功績を、次々と挙げた後、海軍本部からコマンダーに昇格され、1804年10月10日に、スループ、インディアンの指揮官に就任した。ワーテルロウの敗北後、セントヘルナ島へ流されるナポレオンその後5年間を、北アメリカ艦隊で過ごしたオースティンは、 1810年5月10日に74門館、スー・イフト・シュアの館長となった、その当時この館はボル、ラス・ウォーレンの帰関だった。その年の9月にはクレオパトラに上館し、1811年の11月から1814年の9月までは、ナムールの館長として任務に就いた。この館はノアを基地としており、トマス・ウィリアムズの帰関だった。 その後36門フリゲートのフェニックスを任され、100日天下が終わって、アンドーンテッド、ガーランドと共に、アドリア海で勢力を伸ばしつつあると思われる、ナポリ軍をくまなく探すために、船隊の指揮官として派遣された。ナポリ軍を降伏させた後は、ブリンディジでの封鎖に加わった。その後、エドワード・ペリューから、フランス船隊の様子を探る任務を受けたが、 フランスとの戦争が終わったこともあり、オースティンは、しばらくの間、この地域の海賊行為の鎮圧の方に注意を向けた。そしてパボス港で2隻の主略船を脱歩することに、成功したが、フェニックスが1816年2月20日に、スミルナで難ナ破するという災難に見舞われた。これは案内人を無視したのが原因だった。1826年6月2日、 オースティンは46門艦オーロラを任され、自責司令官としてジャマイカ駐留地に赴任した。ここで奴隷貿易の阻止に奮陣し、多くの奴隷船を捕獲して、かなりの先行を挙げた。オースティンはオーロラの指揮官を2年半務め、その後この艦は1828年12月に退役した。エドワード・コルポイズがオースティンを自分の機関の艦長に指名したため、来た。 アメリカ及び西インド諸島艦隊でウィンチェスターに乗務し、その後、1830年12月の大事故で負傷して送還されるまでこの地に留まった。回復して任務に戻ったオースティンは、1838年にウォータールーに配属された。1840年の8月28日には、恩給が支給された。オースティンは地中海にウォータールーで航海し、 1840年11月3日のアッコの爆撃で功績を挙げ、この結果、1840年12月18日にバスクーン賞を授与された。オースティンとウォータールーは帰国し、ウォータールーはその後、1841年の6月に退役した。1846年には少々に昇進し、1850年1月14日には、東、インド、 中国艦隊の司令官に任じられて、その翌日には、帝徳機をなびかせて出航した。第二次英明戦争で、イギリス遠征軍を率いたが、1852年10月7日、73歳で、これらのため P で死去した。1852年4月30日、オースティンはその功績を、インド総督のダルハウジ公爵、ジェームズ・ブラウン・ラムゼイに称えられ、その後ラムゼイは、 オースティンの死に対する哀悼の意を正式に記録に残した。遺体はトリンコマリーに埋葬された。オースティンはバミューダの前法務官の末娘であるフランシス・パーマーと1807年に結婚した。二人には三つ子が生まれた。1814年にフランシスが亡くなった後、フランシスの姉ハリエットと再婚した。二人には四人の子供が生まれ、 うち二人が男で、そのうち一人が父の後を追って海軍に入隊した。ありがとうございます。